タイムアタックの聖地筑波サーキット。一周2キロのステージを今やトップは50秒で駆け抜ける。そんな中のマシンのアタック企画、スーパーラップの季節が到来。今シーズンの一発目、現れたのはこの2名。おい谷口、はい、来たよ俺らの時期が、この気温の低さ。ねえ、7時のテンション高いですね。いや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 、俺ほんと久々だから嬉しいよマジでな。谷口今日何の？僕はですね、トップヒューエルの S2000、はい、ですね。ああ、何秒狙い？まあ、狙うのは、うん、まあ、あのセンターのアンダー鈴木が50秒7っていうのがね、うん、それはもうなんとかね、それはね、破りたいんですが、うん、トップヒューエルのベストより1秒ちょっと上げなきゃいけないんで。なるほど。まあまあ遠いですね。はい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 、はい、山田さんは今日はエスプリ NSX 久々よ。あれ木下さんが乗ったやつ。そうなんだよ、あの野郎俺の代わりに乗り上がって、知らないうちに。そっか、うん、山田さんが乗ると去年木下さんが乗っちゃったわけだ。そう、これでボーボーしちゃったんだよ。乗るんじゃねえと。まあ今回久々のね、はい、スーパーラップなんで、なんとか行こうぜ。そうですね、ね、はい、よし頑張るぞ。今シーズンも行っちゃうぞ、筑波スーパーラップ序章編。まずコースインしたのはアンダーを追うトップフューエル S2000。 なんかもちろん今日のターゲットタイムはアンダーの記録って聞いてる。いや、そんなおこがましい、そんな顔笑ってますか。とりあえずテストで。コース、そしてマシンの感触を確かめるようにゆっくりとコースを回っていく谷口。様子見は一周、早速アタックをかける。1コーナーを回ったところで完全に失速。エンジン壊れた、多分音が変です。ピッと戻った。一瞬で終わった。エンジン、うん、エンジン、ま、一体何が。その一部始終をオンボードをメインに検証する。バックストレッチを抜け、最終コーナーから立ち上がり全開にした瞬間、別アングルからもどうぞ。ボンネットに注目。ああ、水吹いちゃってます。最後はコックピットの様子。煙が中に入っちゃってます。もう加速し始めて、もう一瞬で壊れた。帰ってきたマシン、マフラー、さらには4番から白煙が立ち上がる。完全にオダブーズ。もう笑わなしょうがない。今日のためにどんだけ準備したことか。ビデオの方にも悪いな。朝早うから出てきてもうて。まだ走ってないラーマンの傍らにあの男が忍び寄る。何カップラーメン食ってんだ本当に。なんだよ。邪魔者がいなくなったところでドライバー交代の真相をヤシチに聞く。なんで今回山田さんにしたんですか。道色さんじゃなくて、木下君がね、予定取れなかったの。やっぱりそう、山田君はいつでも空いてると。そんなこととはつゆ知らず、毎回同様全開を食らわすラーマン。ピットでは未だ悔しさ収まらぬビッグヘッドが悪態をつく。くそ。唯一助かったの、うん、タイヤが丸々残った。いやいや、それは。アタックを続けるラーマン。
自己記録更新54秒3を記録。一応最低限の仕事を終えピットへ戻る。ここで屋敷に何やら相談。いやいやですかね。このタイヤ交換でラーマンは谷口を唖然とさせる。とりあえず多分ラジアルのレコードは出したいんじゃないですか、あの人。ラジアル前だけ、ラジアル、ね、え、前だけ。それってどうなんですか、ドライバー的には。いや、行かれてる。いや、行かれてるよ。ラーマン的には手応えありらしいが、ピットの様子は。これね、大変危ないで、最終なんだ。あと10分不安を抱えなきゃいけない。フロントラジアルでアタックするラーマン。それに対してヤシッチは、もうやめよ。もう耐えられない。もう耐えられない。ヤシッチに止められたラーマン。最終ラップでトラブル発生。最後なんかハンドルがこんなになってしまって。なんで？どっかが何か壊れた。え？フロント。これ異常じゃない？あ、ほんまや。え、異常？フロントってリアや。ああ、ほんまや。アームが曲がってます。なんかパッと見てるだけでタイヤの向きおかしいな。谷口、はい、どうなってんだよ。今日はね、山田さんに貸し切りにしてあげようと思ってね、もうあとは自由にやってくださいっていう感じでしたね、今日。昨日から整体行ってストレッチやって、万全の体調で。体調はね、万全で来て、100m で終わりました。なるほどね。で、まあ、僕の話はあんまり広げることもないんであれなんですけど、はいはい、山田さんはどうだったんですか今回。エスプリさんは、うん、まあ、エアロパーツをアップデートしてたと。でかいのつけて、はい、ね。で、山田さんを満を持して、そう、山田さんを起用して、そう、4秒3と、はい、うん。相川さん、チェンジ、ドライバーチェンジで。チェンジソークドライバー、はい、ありがとう。っていうかね、本当に変えようとしてるからね。エスプリさんは車ですね、うん、NSX、 誰が乗ってるんでしょうか。おい、皆さんお楽しみに。おい、俺だよ、俺